和で唯一1ヶ月ほどミスタードーナツに行けなくなった絵の描ける VTuber 伊藤ライフでございます。わースタードーナツでポケモンスカレットバイオレットのキャラクターがいるらしいです。コラボ商品にしばらくの間ミスタードーナツの店舗に入れません。なんでこんな攻め子を受けなければいけないんでしょうか。助けてくれリスナー。ビリリ玉だ。僕見たことあんだ、スーパーダイスコーナーで。あれ丸マインやったっけ、ビリリ玉だっけ。誰か正解知らん。初見がそれです。え、カップラーメンもあんの。コンビニどの列も歩けへんやん。僕カレーカレーは知ってる。プリキュアカレーの横に並んでるのは見たことある。そうか、スーパーやばいんやな。スーパーセルフデッキになんの、こっから僕。似てるわ。カラーリングは最高に似てるわ。スカイラークのつもりはなかったけどな。鈴木正幸。違う、そうじゃない。違う。サイキッカー。星を見る人。ああ、エスパータイプね。あ、そうや。ちょっと聞いてーや。ルギアを、伊藤ライフ対追いかけ AI で書くという配信をしたんですよ。図鑑説明がさ、明らかに海の中に住んでる描写があったんです。エスパーらしいですね。絶対こうなるって。水飛行になるって。僕、ポケモン前回6匹だったでしょ？で、今回今3匹でしょ？モンスターボールを投げる回数がすげー少ない。お、モンスターボールって言ったでしょ？お、すごくね、ライフ。イケネンメイ。ポケモンボールだ。ポケモンボールではなく、モンスターボールです。It's not a Pokemon ball, it's a monster ball. だけど、もう、モンスターボールっていう。ポケモンボールってもう言わない。なんでしたっけ？あ、待って、あ、あはははは、僕初めて見るんですけど、あれ、ニョロチノフだろ。おいジジイ振り消すぞ、お前。おー、マジかよー。今、一匹減ったよ、チャンスが。おー、マジかよー。一匹重要やねんぞ。一匹差がねえよ。一匹差がねえよ。後ろ姿が。あ、ちゃんと挨拶してくれたらいいやつやん。帰る、はい、帰る、無理です。来るのこれ。カットイン入る、はい。じゃあ、ちょっとなるべくでけえ画像。これぐらいでいける。先生は褒められたよ。ルザミーネさんのお胸を折らない書きは信用できる。逃げてないな、よし。ルザミーネガード完了です。お、草むらに新ポケいる。なるほどね。めぐみちゃん可愛いね。これめぐみちゃん50代ぐらい。いいよ。絵描きを舐めんのよ。幼い子から熟女まで全部好きになるのが絵描きです。ルザミーネさんとかも確か40代なんでしたっけ、あの美貌でさ、すげえよな。あー、新しいやつ来た。あー、しまった、コメント欄を消さざるを得ない。あー、今ナッツ。ある朝突然降ってくる。鬼スズメに襲われると葉っぱを激しく振って追い払う。ほう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 。これ分かりやすいんじゃない。暇ナッツってことはひまわりの種でしょ。大好きなのはでしょ。あとは激しく振ってひまわりを成長させなきゃいけないよ。違うな、そこに囚われたらあかんわ。ある朝突然降ってくる、暇ナッツでしょ。まずシンプルに行こうじゃないか、ライフ君。そんな変なことなら草タイプということは確実です。ルギアみたいにエスパー挟むなんてそんなことせんよ。顔面が種で、そっから考えよう。まず、あ、葉っぱを激しく振ってっていうことはちゃんと手があるじゃない。これ天地滅殺。このひまナッツは体のあるポケモンです。顔面が種で二足歩行です。緊急企画、暇ナッツを書いてみよう。このペンの輝きを皆様に見せたい。メタモン系でいこうぜ。ちゃんと振り回せる手。色に入ります。これは楽。あ、いいね。こうだ、こうだ、こうだ。葉っぱを振り回すっていうことから、やっぱり、手になんなきゃおかしいやん。よし、いいんじゃないかな。できました。伊藤ライフが考える、暇ナッツちゃんでーす。わー。これは暇ナッツ、めっちゃ暇ナッツ。7点がすごく取りやすかった。見ていきましょう。そこには頭がひまわりの種、体に葉っぱ要素のついた暇ナッツが立っております。みんなでお迎えしましょう。おいでー暇ナッツー。バーン、発芽しとるやないかい。思ってたんと違う。葉っぱそこ振るの、なんで。まあ、アンケート、伊藤ライフはですね、スケベな絵を描くのが得意です。どうです皆様、だんだんこれが暇ナッツに見えてこないか。まゆり様、煙ずーと麻痺すんぞ。1点から3点が 48%、 3点から6点が 37%、 0点が 8%、 7点以上が 6% ということで、あれダメか、上下逆だったらな。バーン、しゃーてる。え、勝負なの。かわいい。見えそう。謎の草いつも見てんねやろな。顔煽ってるやん、上に向けてるやん。あいつスケベだよ。ポケモンガールズのドットって異常にエロいよな。あ、はい、あ、興味あります。はい。これはミニスカートがさらにミニスカートになるね。ポケモンって素晴らしいよね。次は隠しようがない。カビゴン枠、なるほど。あ、わかったわかった、こいつか。え、これポケモンなん、なんで、
木でしょ。なるほど。今木なわけでしょ。木まんま来るはず。よし、ちょっと待って。もうコメント消す。もう挑みます。プラン見ていいですか。8点以上でゲットでどうですか。まあ、事前に見てるからね、僕ね。今回は特殊ルール。8点以上でポケモンゲット。ただし、シンボルエンカウントのヒントはありです。だって草ポケ確定じゃない。おかしな木はゼニガメ女王嫌がってる。へぇ、水嫌いなんか。もう、嘘っきー。あ、木に擬態してるってことか。ウソッキー、いつも木のふりをしている。は？体の作りは植物より石や岩などに近いようだ。なんじゃあこりゃ。うわ、わっかんなくなった。ん？草タイプじゃないの君。いつも手、素直に描けばいいの、あのグラフィックを。石、岩に近いから擬態してんのかな、やっぱ。あ、待って。岩タイプだ、こいつ。天地明察。だから、水で逃げんだ。ってこと、ちゃんと岩要素入れなきゃいけないな、これは。オッケー。緊急企画、嘘っきーを書いてみよう。なぜ、木に顔がなかったのか。地面の下に岩要素あります。こうやって、地面の下隠れてんすよ、こいつ。これ合ってるでしょ。じゃなきゃ逃げねえもんね。で、屋久島のなんか映像で見たことある。岩に根が張る木みたいなの見たことがあるんですよ、僕。この上に根を張らしてて、普段は、こいつ地面に隠れてんだって。これ合ってるでしょ。上の木だけでさ、岩になれるはずがねえもんね。これは多分みんな大喜びだね、今頃。このデザインがありえへん気がする。そっか、シンプルな顔の方が疑似絵っぽいわ。あ、ネタモンと同じ顔にしよう。点と点と2個。これでいいんじゃねえかな？できました。伊藤ライフが考える嘘っきーでーす。お、ごめん、ちょっとみんな。これは確定的明らか。ここに緑のポイントはございます。現時点で5、6点はいってるでしょう。いつも木のふりをしている岩ポケモンの嘘っきー。おいで、嘘っきー。バーン。あー、シンプルっきー。岩は？岩どこよ？なんで岩がないの？あ、めっちゃ似てる。わからずも、影で岩成分がある。これは仮面対象ではございませんこと。だそっき。国語力を発揮すんな、お前ら。最初に書いてた？あ、書いてたわ、こいつ。なぜ、木に顔がなかったのか。地面の下に岩要素あります。最初にちょろっと書いてたやつ、お出ししろ、伊藤ライフ。7点が 63%、8点が 26%、1点から4点が 7%、0点が 1% ね。はい。あ、面白かった。お楽しみいただきありがとうございます。楽しませてくれた、お礼に。トレーナーがくっそ折ってくんな、このゲーム。何ダソッキーアンケートしようって、なんか、ちょっと待って。こんだけ、ウソッキーがみんな気に入ってくれてると思ってなかったんですけど。なんか特殊ルールで儲けます？仲間にしといて預けておいて、どうしようもない時に呼び出せるようにしときましょうか、少なくとも。イエーイ。あー、きついか。ボール少ないだって。普段使わないから、ね、ポケモンボール使わねえもん、僕。あ、ポケモンボールつった。ポケモンボールって言った？言ってない。ポケモンボールって言ったら、木の下に埋めてもらっても構わない。来ちゃー、一発。わかったよ。ピクシー。どんなに遠くの物音も聞き分けられるので、普段は静かなところに隠れている。わからんぞ。今回はちょっと天地明察できないんですけど、ただ分かるのはフェアリータイプなんじゃねえかなということだけはなんかちょっとだけ分かります。ちょっと待って、僕が知ってるフェアリータイプがブリムオンしか知りません。なんだっけ、テブリムやったっけ、あの一個小さいやつ。テブリムとブリムオンしかフェアリータイプのデザイン知識がありません、伊藤ライフ。どうしよう。はい、天地明察、ピクシーはフェアリータイプです。わー、企画ブリムオンの知識だけでピクシーを書いてみよう。今回はしんどいって、マジで。ガンダムピクシー書きそうやん、こんな。今回はね、手探りでいくよ。取り付く島もねえもん書くとき、これ自覚できるわ。自分のこう、生物知識をいつも頼りにさ、絵を描いてるか、すごいわかるわ、今。何もねえとこんなに辛いのね。薄ピンクだ、必要なのは。ピンクの中に差を設けろ。コーナーで差をつけろ。あ、いい、一気に閉まった。黒だわ、耳先。頑張ったよ、ライフくん。はい、できました。伊藤ライフが考える、ピクシーでございまーす。わー。あ、待って、青は邪魔な気がする。こっちで行こう。では、行きます。伊藤ライフ、精一杯やりました。おいでー。バーン。え？一匹じゃないー。なんか背中にサンゴみたいなんが生えてる。お前、進化系かい。あ、これは、そ、考え
えたら出たかもしれへんやつや。あー悔しい。うおフェアリー頑張ったよ。あこの時代フェアリーね。これフェアリー詐欺じゃないじゃん僕フェアリーは XY から。おわピクシー、トリプルピクシー。3点から6点が 48%、 1点から3点が 36%、 7点以上が 12%、 0点が 3% でした。まあまあまあ頑張ったよ。本日の成果物、キムナッツ、ピクシー、ダソッキーでした。来週は買ってくれることでしょう。お財布でございました。講師の皆様、ダソッキーの葉っぱの部分の上に乗って出荷です。みんなありがとう。おやすみなさい。